皆さんこんにちは、チャッキーです。もう今日はね、めちゃくちゃ美味しいおつまみ、しかもね、もう混ぜ合わせるだけ作れるんでね、これはぜひ試してほしい。もうお酒のね、勢いが止まらないんで若干危険かもしれません。もうスーパーに売ってるようなね、簡単に揃う食材と調味料でできますので、ぜひ試してみてください。それでは今日もポチャッと作ろうか。おう、はい、それでは材料を紹介していきます。まずね、これお刺身用のイカ、まあ大体 200g から 250g ぐらい用意してください。あとキムチね、 50g と刻みネギ、まあたっぷりと用意してください。あと味付けはね、食べるラー油、こちら大さじ1杯と、こちらね、ミツカンさんの追いガツオつゆ、これ大さじ1杯使います。まあめんつゆですね、これ2倍濃縮のタイプです。あとごま油をね、風味付けに大さじ1杯使います。材料は以上です。まずね、キムチもうこのままでも大丈夫なんですがね、食べた時にね、全体的に絡みやすいようにね、細かくみじん切りにしといてください。大きさはね、特にこだわらないので、軽くみじん切りにしといてください。続きましてね、お刺身用のイカ、こちらもね、食べやすいようにね、厚みのあるタイプのイカでしたら、もう普通にスライスしていってください。そうですね、2、3ミリの幅で全部スライスしていきます。料理の秘訣は愛情です。ポチャポチャチャキチャキチャキポチャポチャチャキチャキチャキポチャポチャチャキ。キムチをね、まあ、軽く刻んで、イカも食べやすい大きさに切り揃えたらね、ボウルを用意してください。その中に入れます。あ、イカはね、切ったりするのがめんどくさかったら、もうあのイカそうめんになってるやつ買ってきてくれても簡単に作れると思います。はい、ボウルに全部入れてください。ここにね、味をつけるためにめんつゆ、こちら大さじ1杯、あとね、食べるラー油、こちらもね、しっかりこのオイルごとね、大さじ1杯入れてください。やべえ、瓶の中に、やべえ、瓶の中に、やべえ、瓶の中にスプーン入らんかったっすわ。ちょっと予想外の展開です。はい、大さじ1杯っていうことはね、小さじで3杯なんで、大さじ1杯分入れます。はい、あとね、ごま油とネギも入れてください。はい、食材とね、調味料を入れたら、これを全体的に混ぜ合わせてください。全体的にね、味が馴染むようにしっかりとね、イカもほぐしながらね、混ぜ合わせてくださいね。はい、もうこれだけです。はい、この状態でね、もうすぐに食べても美味しいんですが、少し味を馴染ませた方が美味しいのでね、表面に軽くラップなんかをして冷蔵庫で、まあ、30分ぐらい寝かせてください。はい、今ね、冷蔵庫で寝かせました。ラップはね、あのこんな状態で表面に押し当てるようにね、しておくと表面までしっかりね、味が馴染みますんで、押し当てるような感じでしてください。はい、ここまでできたらね、イカのピリ辛漬けの完成なんで、盛り付けていこうと思います。それでは盛り付けていきます。今回はちょっとね、渋めに割り山椒の形をした器に盛り付けていきます。できるだけね、真ん中が高くなるように、こうね、どう言ったらいいですかね、円錐っていうのかな、三角錐っていうのかな、そういう形をね、目指して盛り付けていってください。料理の秘訣は愛情です。ポチャポチャチャキチャキチャキポチャポチャチャキチャキチャキポチャポチャチャキチャキチャキ。味付けマジック七変化。はい、いい感じにね、盛り付けたら
さらに上からねネギをトッピングしてください。はい、完成しました。もうね混ぜるだけでできるんで最高のおつまみで簡単で素晴らしいです。じゃあ今日もね手を合わせてください。今日バイトちゃんと一緒に食べます。いただきます。これ絶対うまいから。あ、じゃあいただきます。おい、いただきます。なんか永久に飲めるわ。うまい。うん、まやっぱねごま油は最強の香りをもう出してるし、ね、ご飯でもかけますね。キムチとイカがいい仕事してますわ。あ、ご飯にかけたらうまそうやな。うん、かけても美味しそう。あ、これはもう丼にしたらうまいかもしれないし、うんうん、イカキムチ丼めっちゃ美味しい。ええこと言うな。ありがとうございます。はい、もうということでねめちゃくちゃうまいっすわこれ。どんどん食べて。大丈夫です。いつか食べて。食べていいですか。バンドまかやにも残しておいちゃったやん。あ、ありがとうございます。いただきます。うん。うまい、うまい、うまい。これは最高です。もうね、スーパーに売ってるような食材ばっかりなんで、調味料もね、揃うと思います。軽く切ってね、ボウルに入れて混ぜるだけなんで、すぐにもだれでも作れると思います。もうイカもね、イカそうめん使ったら最高にすぐできると思いますわ。うん、美味しい。じゃあ最後一口食べるわ。はい、いらっしゃい。もうカスしか残せない。食べたかった。残してあるから大丈夫。あ、ありがとうございます。じゃあ今日もね、美味しくいただきました。結構簡単やったんでね、皆さんもぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。